やめて。これ開けてもいい？オッケーです。これどうやって開けるの？これこう？なんか怖い。え？乳首みたいなの入ってる。入ってねえよ、乳首。乳首みたいなの入ってる。ダメ。おお。おお。なんこれ。え、なにこれ。どういうこと？なにこれ。でしょえこんなクオリティ低いもんある？バナナにしては元気なさすぎるしすごくないこれはなどういう理由なんでバナナをやってた皮も一応なんかこれでいけばいいやん、アレちゃんのこの野郎これどうしたらいいんだこれどうするこれで企画考えちゃうなんだろう、でもこのバナナこのバナナ、もうやる気なさすぎだよどうよやめろよI love you なんか私の目の前でさ、バナナ続いてなんちゃらかんちゃらやめやめろやでもなんかこれでいろんなタイを紹介するこれでうんアレちゃんいろんなタイ知ってるタイバトルしようじゃんあダンスバトルみたいにみたいなどっちがよりタイを知っているかみたいなあいいやんじゃあこれでクオリティーはどっちの方が高いみたいなやってみるそれどう事務所的にはでも俺だんだんこうなんか愛着が湧いてきた挟むなそこに愛着が湧いてきたまさに挟むんじゃねえどうしてもこれ男ってなんか知らないけどここになんかいろいろ挟みたくなるのそうなのそうそうなんですかそうよなんかその寝る時とかも男の人ってなんかこう手ここに入れたりするのよなんかあれあんま男知らんパンティーにパンティーには入れないこの単純に股の間にこうなんか入れたくなるのよ入れてるんだ普段そう入れてるからたまには入れられたいっちゃうちょっとこれからは女性でもそしてプラス無理やりエロいこと言わされてるって思われてるそうアレちゃん勝手に言ってんのにアレちゃんは勝手に言ってる言うなだからもう今後はやっぱちゃんと女性にもななんか受け入れられるようなチャンネルにしたいからもうやめなさいそういうのやめろやあんた全然違うやん何が違うのやめろややめろや、うん、やめろやじゃあそれ効率よくどれだけちゃんと使えるかっていうことそれを紹介していくってことなのかしらまあいやそういうことよはいやりますか何が何に使えそうああじゃあ先にあえああれ冬とか寒い時にこれファッションそうファッションなの結構モデルっぽく歩いてるといけないあでもさいやでもさ、こういう奇抜なことやってるファッションリスナーもいそうだよ。捨てた！じゃあなんか飛行機とかで使えそうじゃない？あ、飛行機で？そう。あ、これでこうやってこう、こうアレちゃんに移して、こういう状態ね。確かにここの字のねこう椅子これをこうやって丸めてこの形にしてゴムで先っちょをこうそうそう結んでここを結ばへんのめいちゃんもこの状態で結んだらそしたら広がへんくなるからああでそしてこうこうやって置いてみてどう痛くない大丈夫マシになったマシになったよあ、大丈夫ぐらいじゃん昨日すごい使っちゃったから使うな
いや今のあかんやろ。この今のところなんかそんな画期的な使い方とは思えへん。あとはなんかこうストレス発散。あ、そうやな、こうやって壁にこう。あとさ、ボクシングの練習にさ、こう吊るしとけばさ、で愛情表現をしたりね、こうやってそう。あ、ごめん。まああとはなんかこうこの季節やとほらエアコンとかの上とかって届かへんやんか。そういう時にこうやってエアコンの上とかエアコンもうどつきたいだけやないかお前はよ。まあ、あとはなんかこうストレスが発散するときにこう音がうるさいやろ。これをあーあああとさ、ピンポンして営業が来たときとか、あとそうじゃなくても車でやからとかに絡まれたときうるー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 やったー。確かにちょっとこれは怖いな。お前うーこれうーうーってやったら営業マンとかも帰っていくから不審者として。いや逆にさ、営業マンが興味を持ってこう新しい人が来るようになるんじゃない。そこの人バナナ振り回してるよね。じゃあ新しい人来た時の反応して、あ、すいません。何ですか？聞いたんですけど、バナナを出してるみたいで有名ですよ。あ、本当。ありがとうございます。なんかいいですか？お邪魔しても。ちょっと売りたいんですよ、あのチラシを。チラシ売りたいの？チラシぐらいタダで配ってくれ。何売りたいのか言ってみ。ジャグジー。ジャグジー？ジャグジーを売りたいの。うちそんなジャグジーをつけるよ。ジャグジー、ジャグジー。蛇口すっごくいいやつなの。あのさ、なんかね、取り付けるとさ、すっげえ綺麗な水が出るの。どんな風に綺麗な？え、もうなんか飲める、そのキュッて。うちあれなんですよ、ウォーターサーバーがあるんで。いや、もうウォーターサーバーよりもすごいいいんですよ。ウォーターサーバーってお金かかるじゃないですか。うん、これ安いんですよ。いくらですか？ウォーターサーバーより。いくらです？もう1年で1年間のやつ。いくらかって聞いてんだこの野郎。あの50万払ったら一生使えるんです。買えねえ。もプロ。いや、あ、いや、ツッコミ用に使えます、これ。あの、この野郎。あ、痛くない。お痛くない。この野郎痛くない。この野郎痛くない。そう、この野郎痛いよ。まあそんなところ、まあでもガチなとこで行くとさ、あとはなんか運動とかかな。こう筋トレとか最近してるやん。筋トレ、腹筋とかするやろ。そういう時にな、こうやって大丈夫ですか？あ、やめろ。腹筋マンダーコーもう泣こうして、倒れるだけで腹筋マンダーコーってなるっていう。もう倒れるだけで腹筋マンダーコー、倒れるわけで腹筋マンダーコー、腹筋強いじゃない。倒れるだけで腹筋マンダーコー、倒れるだけで立て伏せもできる。できてんじゃん。できてん。早上がれよ。早。早。